どうした、ハルヒ？何が起きた？どうした？携帯持ってて、急にカバンから始めて、落ちて、ここが。ああ、本当だ、バレてる。次落としたらもうアウトってことでもフィルムなしでいくから父ごめんなさいってさっき言ったハルが今回一番偉かったのはちゃんと隠さないで自分で言ったところだな、まあ、ケースがもともと古いのは分かってたから、まあ、しょうがないところもあるしもしも隠して言わないで後で気づいたらば多分文句言ってたと思う。でも今回ちゃんと隠さないで帰ってきてすぐ言ったからな。まあよしとしよう、後で500円罰金ね。